ピョーキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トローリングリテプション、手の施しようがないほど荒れているということなんじゃないんでしょうか。まあトロールコースというのはいつも荒れまくっているんですけれども、このコースコース名に書いてあるぐらいだからめちゃくちゃ荒れていると思います。そんでね、めっちゃ運命感じたんだよねこのコース。投稿した日付見て7月6日って書いてるんだよね。僕の誕生日なんかどうでもいいですよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.19%。 そんでこのコース荒れているっていうぐらいだから落ち着いていきたいと思います。僕がいつも心が荒れている時に聴いている音楽聞いてください。隣のトトロ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 、どこに行けばいいのかわからない。まだ全然予想の範囲内だね。こんなんで絶叫すらできないよ。それじゃあキノコ取っていきます。そして右の羽怪しくない？この羽取れんのかな。うわ取れた。え、これマジで正解なんじゃないの。いや、当たってしまったけど、こっから右、うわ、ここバーがあって入れないのか。じゃあさ、この当たっていいから一旦どっか行ってみる。入れないのか。そんで僕思うんだけど、このキノコの意味あんのかな。どうせこの羽取れるからさ、意味ないと思うんですよ。そしてここでスピンジャンプしてすぐ右に行けと。無理だね。そんな見たことのないオラバラを設置してくるのはやめないか。このテレサ、僕はずっと受け続けたいと思ったけど無理ですね。もう分かりました。この羽を取った瞬間スピンで1個だけ壊してすぐ左に逃げる。これでテレサが出るっていうわけですね。キノコだ、キノコで行くんだよきっと。なんで取っちゃうの。いや違うんだって。ここはキノコ状態で、この羽が上に行った時にスピンジャンプ、これが先に進めるんだよ。さあ進んでいきましょう。次はなんだ。だんだん面白くなってきたじゃないか。ここは下を尻尾でブランコをかわす。そして一旦このオンオフのところまで行っていいよ。そんで今何が起きたんでしょうか皆様。あのオンオフのところに行ったら僕は右下に落とされました。ここですぐ上、よしよし。でここからすぐ右、うわどっち、左、なんか出てきてるで。左が多分違うでしょう。多分こっちで合ってるよね。そしてキノコを取って、うわあのドッスン来るぞ絶対に。だってオンオフをして、もう一回オンオフしてすぐ右、これで誰行き止まりだと。いやもう一回左で行こう。そしたら、いや絶対いける、やり直し聞けるよ。そんでこのドッスンが左行って、もう一回右にダッシュすればガーリックチャーハン。ここオンオフをしてさ、下のオンオフはしたらいけないんだよ。そして右に押しっぱしたら先に滑ると。何？僕は落ちるしかない運命だと思います。ここさ、どっかでドアに入れっていう感じだったでしょう。どの辺だったっけ、この放題ところでいいのかな。いや、やっぱそういうことだね。それじゃあドアに入っていきますか。そこは行き止まり。え、こんな風にじゃん。助けてルイージ、ビジル、いつも助けてるじゃんか僕が。この先、なんでなんでよ。そんな急に喋ってない時にこんなわけわかんない罠を設置してるのやめてよね。これどうすればいいの。ジャンプしたらやられるだけじゃないか。ただ馬にそっから助かる術はもうないのか。これさ、さっきみたいにオンオフして右にダッシュしたんだけど、いやいけるよね。え、なんでさっき行けなかったんだろう。全く同じことしてたよ。それじゃあここはしゃがんでおけばいいのかな。しゃがんでおいたら多分あの砲台をかわせるっていう感じでしょう。しゃがんでおいてすぐ右に行けと。はい、ここで中間ポイントゲットですね。ヤッホー。それじゃあこの先土管に入って進んでいきましょう。次は何が待ってる。何もしない。いやどうしよう、右に進んでいいのか。 B の音が鳴ってるけど。そう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 、今動き読めてるんですよ。でここですぐタイミングをキャンプ。もう分かりました。ここで一旦魚避けるでしょう。そしてオンオフをしないで先に進めと。あ、思いのほか長くて引っかかってしまったじゃないか。じゃあここはオンオフしないでキノコを取る。そうしたらオンオフが変わらないで花火をしに行こうか。いやちょっと待って、ここマジで分かんないんだけど、右にジャンプしてみようか。なるほど、これで進めるっていうのか。ここは恋になんないな。じゃあ記録を取ればいいのか。オンオフ変わらないだろうな。絶対に変わるだよ。右上の四角、これがアイテムなんじゃない。なるほど、ボム変化っていうか、この右下のこのブロックを壊せっていう感じなんだね。さあ君、もう信用しない。あの砲台からアイテムが出てくると思った僕がアホでした。それじゃあこの先進んで、ドクロリュウト信用するぞ。今日は信用したいと思います。何もしない、コントローラー置くよ僕は。ずっと置いてるからね今。よしよしよし。
いや別に何もなかったね。今引っかかり要素あるかな。これは滑っていいの？本当に滑っていい？滑らんで言ってみる。いや滑ってみよう。これが正解。うわどっちだろう。絶対上隠しブロック。あないね。もういいんだってお前は。それじゃあここさ、まだ上か下か分かってないんだけど、とりあえず下入ってってみる。上の矢印の方もめっちゃ気になるんだけどね。耐久ですか。うわめんどくせえ。このクレーンをさ、この間まで運んでこいってこと。それともさ、このオープンに何か出んのかな。とりあえずさ、この右の方に置っといていいかな。右の方に置っといて、あの花を、どれ、これ、いや、うますぎ。そして、クレーンゲームの才能はあるかもしんない。ちょっと厳選行ってくるわ。はい、それじゃあここは上の方が正解だったね。この矢印がいっぱい書いてある方の土管に進みたいと思います。そろそろ中間ポイントに欲しいぞ。ここは完全に2分の1じゃないか。もう考えても無駄。2分の1は50分の1ぐらいの確率しかないからね。僕は、僕の世界線おかしいもん。はっ、みんな完全に当たったよ。ここは、いや熱すぎ、面白そう。ここは右にダッシュすればいいっていうか、襲ってこいよ。ダメだ。何かしてこいよ。お前らさ、飾り方なの。右だけ見なくていいんだって。じゃあこれ押したら、うわどっち行く。あちょっと待って、これもう入っちゃう。ジャンプ押したら、しゃがみジャンプじゃないといけないよね。いや、いけそうだね。このまま右に行ったらゴールできるんじゃないか。頼む。くっくっくっ。いや、僕の本気の連打を舐めちゃいけないね。ちょっと待ってね、持ち方変えるわ。さあ、今完全体だね。僕の連打見てて、みんな。くっ、いやー、いやっ。どうもご視聴ありがとうございます。こういったところで終わるわけにはいきません。どうしてもこの下が気になるんです。僕はどこに行くんだ。もしかしたら別のルートがあってゴールできるみたいだ。え、こっからゴールできないの。連打できみたいな、そんなかわいそうなことする。連打できない人あそこゴールできんやんね。いやでもなんかさっきと、あ、わかった。キノコ取ってたらいけないんだね。だってここだよ。ここで中間ポイント取らなかったら多分いけるんだよ。中間ポイント取ったらさ、大きくなるじゃん。でここでオンオフして右ダッシュすればゴールできるっていう感じだね。なるほど、そういうことか。どうもありがとうございました。いや、もうゴールしたからいいよね。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ20ということで、サムネを見て分かる通りゴールがつららと音符に隠されてるんですよ。これを一体どうやって攻略していくのか。そしてこのセルさんっていう方はマジで素晴らしい一発マリオをたくさん作ってるから、ぜひ覗いてみてください。でこのセルさん、多分ドラゴンボールのセルが好きなんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.24%。このコースをクリアして一発マリオ17、18も吸収し、私は完全体となるのだ。これどうすればいいんだろうね。一旦オープン乗ってみる。なるほどね。多分さ、このオープンが下に下がった時に右に行けばゴールできるっていう感じなんじゃないかな。なんでさ、走ってオープンを踏むだけでいいんじゃないかな。一旦それで行ってみるね。何それ、全然違う。集中するんだ。あのオープンを踏めばいいだけ。それでゴール、それでゴール、それでゴール、それでゴール。ふざけるな。このコースは騒いでもいいコースじゃないぞ。もう一回オープン乗ってっていい。多分早いんかな。なんで次は減速してみようか。オープンに乗った瞬間左を進化するみたいな。そしたらゴールができないね。何も変わってない。ちくしょう、ちくしょう。完全体に、完全体になりさえすれば。てれ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 。ちょっとそろそろ真面目にやるのまずいね。いや乗ってもさ、マジでクリアできないんだね。こっから左押しでもマジでつららに当たるだけなんだよね。これゴールの当たり判定がマジで分かんないんだよね。音符が下に下がった時にゴールすればいいだけみたいな。えっ、やっただったね。オープンブロックが下がった時にゴールすればいいだけ。ただそれだけだけど、本当に当たり判定が謎すぎる。めっちゃ難しかったね。どうもありがとうございました。
今回もですね、ちょっと尺が足んなそうだったんで、みんなでバトルやりたいと思います。速攻台湾じゃん。いいね、面白そう。久しぶりだね、台湾なんて。 R2 どうする、いやどうする、マリこれは。いや一緒に行かないね、僕にそんな悪いことしないでよね。これ投げつけてやりたいところですけど、あのマリはなんかいい人そうなんでやめておこうか。ちょ、これ行き帰るでしょ、一旦左投げておくで、ね、うわ、どの辺で出てくるんだろうね。僕この、いや先に中間ポイント取らせて、そしたらやだ。みんなでマリオカート、これ知ってる、めっちゃ有名なコースだよね。みんな見ててピーピーピーってなるからさ。さあ1番目振り出すけど、僕はこのまま、いや1位、いよいよマリオカートってさ、別に一番最後の人めっちゃいいアイテム出るじゃん。でそのいいアイテム出て結局最後は1位みたいな、そういうの目指すから僕。こっから1位になったらマジですごくない？いや OK、 ナイスマリオ友達。さあここでどのアイテムを取るか、僕は上から2番目。今だけになるってこんなところにまでマリオ来なくていいって、クッソ、ここでマリオ何の意味もない。いや左から行けばよかったかな。いやいいや、このバネ持っていく。一旦バネは友達だからさ、このバネと攻めて一緒にゴールしたいと思います。さあここからどうなる、結局は4位になってしまいましたけど、オーフ。そして次はどのアイテムだ。いやキノコ激アツ全然よ。ちょっとヨッシーが欲しかったな。なんか上から2番目行ってしまう説あるよね。なんか上から2番目ってちょうどよくない？なんか一番安全みたいな。やべえ、これはマジでやべえ。いやここバネちゃんできたらかっこいいね。いやそんな必要ない、僕は最後までこのバネを持っていきたいと思います。ナイス、ここでバネを使うことができた。さあこっから一番下行こっか。一番下何、メッテか、ここでメッテいるのかな、大事になるのかどうなんだ。マリオ言ってるね。でもこれね、最後がマジで難しいから、あのゴールポールに使うのがほんと難しいから、みんな見てて、僕あのゴールポール一発でクリアしたいと思います。頼む、みんな行かないで、これマジで負けたら悔しいから、ちょっと落ち着いていこう。いや、せめてゴールするよ。シンプルなバトルコースその10。それじゃあ始まるね、シンプルなバトルコース。それじゃあどんな感じなんでしょう。なるほどね、この下に落ちるだと、そういうコースだと思います。もう入ってる人いなかった。いやめっちゃシンプルだね。いやこれ攻撃しないよ僕、こういうの。いやでも勝つつもりでいくから、みんな見てて。よっしゃ来た、マジこれ集中しないと、こういうのマジ弱いんだよね僕。よし、そしてここで壁キック、でここも壁キック、そしてここも壁キック、そしてここは壁キックしない、でゆっくり降りていく。さあここで下へ下へ下火で、ここは壁キックか、はい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 、そして左左、いやこれ一発マリオマジ生きてる僕。めっちゃ生きてるよ。これは一番じゃないんですかね。いや絶対一番で生きてる。はっはっ、来ました、どうもありがとうございます。みんなでやり直ししませんか、送ってきてるよ。ちょうどじゃねえか、僕はもう一回やり直ししても勝てるっていうところを見せてあげましょう。うわ、みんな見て、赤帯ばっかりだよ、 3D ゲーム。まあでもさ、僕の実力ってもう赤帯にいってると思わない？もう自分自身でもそんな感じがするんですよ。だからみんな見てて、これ絶対勝手にしてるから、これは下絶対合ってる、こっちで今一番手ですね。さあここは上か右か、僕は右行きたいと思います。上は怪しすぎる。あ、いやどうしよう、これもう何があって。いや何かはあったけど、そんなところに土管はちょっとずるいんじゃないですか。まあずるくはないと思うけどさ、運が悪いっていうかさ、ここで中間ポイント。いやどうしようこれは。あ、ここでブンブンしてんだよ、ナイス。カキがいるのかっていうことはまだワンチャンあるね。あと何回踏めばいいのこのブンブン。あと1回っぽくない？絶対次この1回踏んで、僕がカキを手に入れて勝ちたいと思います。みんな見てて、はい、カキ手に入れました。ここでヒップドロップのカキドア、そしてこのまま右でダッシュ、これで勝てるんじゃないんですか。さあみんな赤タイに勝つ、その瞬間が来ました。どうだ、ノスタルジア7。いやなんかちょっと面白そうだね、今日さ勝ちばっかの。あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。